スでしらすっていう人が芋虫食べるんですよ。その芋虫ラーメンとか、それが面白くすぎる。フォローボタン押したら白くなっちゃうよ。いや、あ、ハートにはフォローボタンはピンクに、赤にしといてください。100人、ちょうどあと100人なんですよ。今日はね、挟まれてない。今日は美容室に行ってきたんですよ。美容室に行ってきたんですよ。髪、なんか毛先だけ切った。おちゃん、遠くね、割り出たけど、おちゃんレーンから遠かった。嘘でしょ？やだー。どこにある、その、ここのレーンの隣って誰ですか？長野蜂食べませんよ。嫌です。でもなんか芋虫のお菓子みたいなの売ってた。コオロギだ。ドスコイ T シャツ着て、ドスコイ T シャツ着て、ここから文字つけていく、優しくしてね。いいよいいよいいよ、やばい。初めまして。そう、握手会に向けてまず前髪をパッツンに切って、触覚をですね、こうるより、こうしてるより、こうやってた方が顔が小さく見えることに気づいたのでね、こうやって切ったんです。あと、そして髪の毛は毛先だけ切って切りましたよ。で、今日はピンク、めっちゃピンクにしていたの。メイクをメイクしたけど、マスカラはしてない。マスカラはね、落とすのが大変なんですよ。ありがとう、キャンディー。ありがとうございます、ハート流れ星。毛先ボンジュールやば。ボンジュール何でも使えちゃうから。ありがとう、ハートキャンディー。来てね、明日。美容室行くときは、すっぴんで行って、さっきメイクしたところです。ほんと始まる時。ありがとう、ハート。じゃ、なんかさっきトレーニングしてたんだって。トレーニングしてて、外走ってきて、お風呂入って、ご飯食べて、メイクして登場。 みたいな感じ。そう、なんかね、毛先だけ切っただけだからね、1センチしか切ってないよ。だからあんま変わんない。くるみ会はさっふさんとさっくんの間、握手会はカッピーとくるみんの間。おお、くるみさんの隣じゃない。やったね。マリンさんになっちゃう。やったね。トレーニング、あれです、腹筋とか、なんか、あと、なんか、なんだっけ、何あれ、なんか、これが足だとするじゃん。そうしたら、ちょっと変なこと言っちゃった。ちょっと待って。まず縄跳びと腹筋、こういう腹筋と、あと、なんか、ドンドンパン、ズンズンパン、ズンズンパンってやつと、あと、なんか普通のストレッチのやつと、あとあれ、なんか腰落とすやつみたいなやつ。でも草やば。お使いワンジュール。8部の握手会、こっちゃん、あごちゃんが 3レーンで、こっちゃんが11。あー、端っこ、真ん中に行きたいんですよ。真ん中だと目立つじゃん。やっぱ真ん中に行きたいんですよ、ここは。スクワット、なんだっけな、ね、スクワットみたいなやつだった。なんかねえ。 こんばんは。外は一人に走、一人で走りに行ってないんですよ。キョッピーとくるみ、いいね。11期生の方に挟まれてる。ありがとう、ハートマシュマロ。スコイボンジュール。京香さんはドスコイガーリックだし、くるみさんは同じ年だし。スコイボンジュール。控室で奥さんと、そうなんですよ。まあまあ話に行きますよ、ここは。スコイボンジュール。
とすごいドスボン、ドスボン来た。あれじゃん、短くまとめた版なんて言うんだっけそれ。木登りだね、木登りだね。23日22日は来ますか。クマは出る、見たことないけど。ここはハッピーキョッピーね、ハッピーキョッピー。わざわざと仲良くおーちゃんと話してね。うん、クムルミンの隣めっちゃ困った。いやいやいや、困んなくて大丈夫で、ありがとうマシュマロ。くるみさんはね優しいからね。あのね、午後の列にねくるみさんのファンの方が並んでてもね何も思わないよきっと。おばちゃん休憩中だからごめんねって言われない。お母さん優しいから。衣装の写真送るよ、毎日送る、毎日送るよ、やばい。スカイワンジュール、ありがとうキャンディ、ありがとう。なんか昨日よりさ顔変わったよね、やっぱ髪の毛切ると違うね。前髪も変わったし。くるみさん可愛いよね、ありがとう流れ星。隣で、隣のレーンにいたら見ないんでね。見るよ、ありがとうハート。なんかお試しトーク会の時に個々のレーンにいた人が、まあ、違うレーンにも行くじゃないですか。だから人いない時にめっちゃ見ときました。メイク、でもなんか髪の毛も違うじゃん、髪の毛も違う。こんばんは、いろいろだね、全部違う。星になっちゃっただと思っていないの、堂々と行きます、堂々と来てください。星になっちゃったね。そうショールームめっちゃ星になるんだよ。ここも可愛いよ、ありがとう。得意な監視、そうよ得意な監視、見ちゃダメええよ。押す押す押す、押して押して押す。今日はねあのスー食べた、あーご飯につけて、なんかちょっとねお昼だから、お昼浮気浮気だと思っていないので、まあ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 いいよ、堂々と堂々と、やっぱ堂々としてると大事だよ。ありがとうキャンディー、ありがとうマシュマロ。監視、まあここのレーンからいなくなったら監視するかな。おすこいボンジュール、ボンジュール。髪の毛、髪の毛はね今日はそうだね、お日夜はねちょっとしか食べてない、まだ。ありがとうハート、はじめまして、フォローしてね、そして会いに来てね。明日の12時までなので、レーンでこけたら笑う。え、笑わない。え、でも試しトーク会の時めっちゃレーンでこけそうな人いっぱいいた、引っかかって、引っかかってね。ありがとう流れ星、推しは推し、こっちゃんはご尊顔を拝みに行かせてもらう感じ。ご尊顔って何。いいよ来てね、楽しみにしてる、ありがとうハート。どすこいボンジュール、例のどっかに挟まったらあかん。え、なんかさ帰るときにさ、あの危ないんだよめっちゃ、ゴーみたいなね。そう、え、なんかさ名刺渡すからのときのさ、近鉄ファッセ店の時さ、本当にさなんかこういう棒があったわけよ、めっちゃみんなあそこに引っかかるの。ありがとう流れ星、うん。届かない、ありがとう、ちょっと待ってね。よし、マシュマロありがとうございます。にぎ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 、仕方ない。そんな、え、そうだからなんかめっちゃ危なかった。だって近鉄パス面白いよね。本当にありがとう。なんだっけ、 HMV 店のなんかこういうやつがあったの、なんかあったんだって。そこでめっちゃみんな引っかかるの、なんかみんなね、あの気をつけた方がいいよ。姉ちゃんと話すのに緊張しないけど、こういうことは初めてなるからなんか緊張、確かに
確かに。だからお姉ちゃんと話しててココと話してないってやばくない？結構ドスコイホイホイゴキブリホイホイじゃないのよ。はじめまして、フォローしてね。19日の座席が分かって、おどこだった？ドスコイボンジュール、ドスコイボンジュール、ドスコイボンジュール、ありがとうハート、ドスコイ握力、会いに行く、来てね、待ってるよ。解説で挟まる人に気をつけてって言われて、まあまあまあそんなの気にしないのよ。ドスコイボンジュール握力鍛えますよ。見つけてください。あ、見つける方で、ね、わかりました。ありがとう。握手会すっぴんでもいいよ。いやーでもね、オーディションの時にね、やっぱりねすっぴんだったんですよ。オーディションの時にすっぴんで、なんか映ったじゃないですか、みかんのむき方の、一人だけ血色なみたいな感じだったので、うん、まあ、ちょっとどうしようかなみたいな。にぎにぎ危険、いや危険じゃない、ライオンじゃないから危険じゃないや。チケホルにサイン会に仕入れてくから分かると思うけど、チケホル、あーこれにサイン会の、あみんなやってきてね、楽しみにしてます。これ何キロだっけ、なんだっけ、パパ何キロ、ありがとうハート。こっちゃん身長高くない？なんか伸びた気がする。なんかさ、ママとさ、あのなんだっけ、3センチしか変わんなかったのにさ、ママとさ、なんかめっちゃ違う気がするんだけど。だからさ、絶対伸びた、髪の毛、髪の毛じゃない身長。それで分かってるんだから、それが素晴らしい自信。え、でもなんかやっぱね、血色がねあった方がねいいの。え、でもさ、最初あーきつーって感じだったのに、今グニョグニョ紛れるんだけど、絶対さ握力強くなった、これやりすぎて。チケホル、え、あれはね、あのグッズ販売売り場にあるのでゲットしてください。すごいボンジュール。こっちゃん絶対売れると思う。え、本当に信じるね。信じるねって、自分が努力しないといけないんだけどね。チケホル届きました。じゃあかけてきてね。わかった。10キロかな。左もさ、めっちゃ余裕でさできるようになってさ、絶対握力強くなった。最初うーって感じだったんだけど、握力鍛えるやつが上にあるね。それやばい。やばい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 。あれだよ、あれ、あのね、このね、あ、20キロだって。これ10キロだそうです。当日は完売してるかも。いや、そんな簡単に完売しませんよ。大川さんのやつ並び行かなきゃね。握手会楽しみにしててね。なんだっけ、弱中強最強鬼があるので、ありがとうハート。握手会ってさ、普通にさ正面ってのね。これ面白い、なんか。こんばんは。20だって。いや、あのショールーム、僕がショールームやるときはお姉ちゃんもママもパパも見てるから、ずっと見てるんですよ。だからいつも見てる。アイホロのグッズ届いた。ネームプレートこっちは出たから握手会につけて、おっ、すごい、すごくない？だって17分の1の確率でしょ。楽しみにしてるね。そう、20横はないか、私こうなっちゃうか。確かに確かに。ちょっとあざとくグッズ買ってねもらってもいいですか？あ、いいよいいよ、あざとくね。行きますやば。グッズ買ってね。よし、あざといあざとい。握手会は握力勝負で、そうで、握力勝負で、やっぱり握手会はびちゃびちゃはないの。いや、びちゃびちゃ握手会で、おにぎりびちゃびちゃ。
そう、家族で見てる、みんな見てるから、みんなのこと知ってるから、姉ちゃんたちはめっちゃ怖いこと言うじゃん。どつこいボンジュール。あのさ、そのさっきのさ愛のホログラムで思い出したんだけどさ、さつきちがさ愛のホログラムのことさ、愛の塊だっけって言ってたの。愛の塊やばいと思って。ありがとうハート。本当にさ面白くない、愛の塊やばい。ありがとうございますハート。愛の塊だっけって言ってさ、みゆちゃんとほことさつきちって話してて、なんか愛の塊でさ2人でつぼっちゃってさ、笑い止まんなくなっちゃったの。やばいよね。愛の塊やばい。すごいボンジュール。はずきちジーム、あ、ビービームジームやばい。ありがとう。あのすごいボンジュール。私はね本当にね面白いね、愛が高まった、塊ね、塊。赤ちゃんだからまだ。でもさつきちね、お中身は大人だよ、結構結構大人っていう感じ。愛の塊は曲名よ。そうね、来てね。 X にも載ってるし、明日のブログにも載せるので見てね。こうちゃんのご家族に認知もらえるように頑張ろう。でももう分かってると思うよ。すみません、つかぬことドスコイビームってあるんですか。ドスコイビームニュービームのパクリになっちゃう。ドスコイやっぱりね、パクらずに自らドスコイボンジュールでね、今回ドスコイボンジュールでいきましょう。ありがとうございます。星こんばんは。すごいボンジュール、ボンジュールいいよね、やっぱりフランスいいね。日にち違ってたの、あ、時間これ16時からです、間違えました。すごいボンジュール来てね、みんなありがとう。ハートすごいボンジュールの振りは、うわ、なんかイカダンスとか作ったんだけどさ、どなただっけ。ありがとうございます。そう、時間時間、すごいボンジュールの振り、どうすごいボンジュール。やばすぎるんだけど、想像やばい。どうすごいボンジュール。そういえば、そう、お菓子作ってる時にイカダンスやってたんですよ。どんなんだったっけ、なんかこんな感じじゃなかったっけ。最近ずっとドスコイボンジュールで送ってるけど気づかれてないから、うちはでもドスコイでいいかな。あ、ドスエン、ドスエン握手会で手作りの服の話をしたいわね。手作りの服の話、手作りの服の話、あー、クーがやったやつね。ドスコイだけ固定してボンジュールだけ日替わりにするとかどう。ドスコイだけ固定コメントにしてボンジュール、あー、そういうこと。ボンジュールじゃなくて違う県じゃない、嘘、国のやつみたいな。お菓子も、あー、まあ作れるよね、みんな作れるよね。なんでフランス語に、フランス語はあれです、フランスパンが好きなんですよ。あのガーリックトーストってフランスパンじゃないですか。でフランスパンってフランスじゃないですか。だからフランス、そう、だからフランスが、フランスパンが好きだからドスコイボンジュールみたいな。一応ね作れるんですよ。ドスエンやばいんだけど、ドスエンアロハ、ハワイ行っちゃいいね、アロハ。この説明も何回か聞いて、何回ね、確かにね、くるみさん上手だよね。
クロワッサン、クロワッサン作れない。クロワッサンどうやってやるの。え、でもさ、あのキッザニアってあるじゃん、クロワッサン作ったことあるんだけど。愛の方もいないサックをつけてポストしたい。ありがとうございます。ドスコイガーリックトーストやばいんだけど、ドスコイガーリックトースト長っ。でもボンジュールもあんま変わんないか。キャマかわいい、ありがとう。ハートも、ハートマシュマロ、ハートありがとうございます。そう、ここの制服の目初日でドスコイボンジュールの説明をした。ありがとうございます、キャンディー、ありがとう。でもそのドスコイボンジュールがしっくりくる。ドスコイアロハードス、うん、どうなんだろう。ドスコイボンジュールこっちゃ、そうです。今日そう、京香さんに突っ込まれてた、ドスコイガーリックでいいよ。やっぱりね、お話が上手だよね。ありがとうございます、キャンディー。ドスコイコールは自己紹介、それは検討中みたいな。推しさんにドスコイボンジュールって言ったら知ってる、長いって笑ってたよ。え、推しは誰なの、推しは誰なの一体。知ってた、え、 SK が好きみたいな推し。ドスコイパワーいいよ、今貯めてるから。ふう、これで完璧、ドスコイパワー来ますよ。ドスコイガーリック、ドスコイアニュハセヨ。やばい、ボンソワールはさ、なんかそう、何回も聞いてる、すげえパワーなんでしょ。あのさ、ユーロなめっちゃ好きなんだって、チチンプイプイプインパインプイーンってやつ。でもう本当にユーロな見すぎてやばいんだけど、見すぎてもう全部ユーロな頭に入り込んでる、結構やばいよ。トレ立てで3本ね、振って、もっと真面目にドスコイを買おうよ。え、紫3本、紫じゃないんですけど、ピンク、ピンク白なんですけど、分かった、紫3本はあんずさんでしょ、違うんだよ、分かった。うちは見つけて、見つけますね。こっちゃんテレビ、いや、イエロー女は大好きすぎてめっちゃ出たいんですけど、イエロー女に変わるじゃないですか、あのコンピューター係やりたいですけど。イエロー女出たいな、本当に出たいんだけど、ゴーって言われたい、めっちゃやばいな、本当にイエロー女出たいんだけど。イエロー女出たすぎてやばい。ピンク、ピンク、白、ピンク、ピンク、白、ピンク、ピンク、マカロニーでさ、ここさ、一人でちょ考えてたんだけど、あの雑誌の表紙をマカロニじゃない、あ、マカロニじゃないよ、マカロンだよっていう雑誌の表紙をやりたい。自分の想像で、マカロニとマカロン持ったじゃん、でこうやって写真撮れちゃう、マカロニじゃないよ、マカロンだよっていう雑誌が欲しい、欲しい、やりをやりたい。ありがとうございます、ハート。自分で作ろうかな、勝手に。ありがとう、ハート、みんなフォローしてね、フォローしてね。いや、なんか自分でそういうなんか雑誌に載りたい、表紙になりたい。マカロニじゃないよ、マカロンだよっていう、ちょ作っとくね、そしたらメールで送るから、よろしく見てね。マカロニじゃない、マカロニじゃない、どっちにしよう。ありがとう、流れ星たくさん。なんだろう、何の本だろう。料理本やばい、あ、でも料理本いいかも。え、待って、めっちゃいいこと考えたんだけど、ココがさ、一からレシピ作ってさ、表紙飾るのどう。いやー、いいね、たくさん売れそう。
よくない？マカロニのモデルとかあるの？ CM、 CM どう？小学1年生の、あ、え、あのさ、あの猫のロボットのやつのさ表紙ならいけるかな。ホラーパンケーキの料理本出して、あ、いいね、出せるよそれ、いいじゃん、ありがとうございます。流れ星いいよね、考えちゃったんだよね、ちょっと一人でめっちゃ想像してた、うわーそれいいなとか思ってね。料理本劇場19日に受け取れるかな、ありがとうございます。こんばんは。これなんか言おうとしたんだけど、なんか言おうとしたんだけど忘れた、ありがとう、いいね、ハートありがとう。そう、料理配信の話しようとしたんだ。料理配信一人暮らし始めたらする、絶対する、ありがとう流れ星ハート。料理を練習しないと、した、え、待って、今日したはんぺん作った、はんぺん、はんぺんって美味しいんだよ、ホラーとべちゃべちゃの料理も、やば、ね、やばい、めちゃめちゃやばいんだけど、べちゃべちゃおにぎりの作り方とかでいいかな。こんばんは。嘘、はんぺん、あ、はんぺんを一から作ったんじゃなくて、火事になんなかった、電子レンジしか使わないから。え、なんかはんぺん、シナモンロールっているじゃないですか、ごめん、めっちゃ変なこと言ったんだ、シナモンロールのはんぺんが売ってたの、売ってたんですよ。はんぺんって魚なん？違う、シナモンのはんぺんが、なんでか1位2位で、花もんじゃない、シナモンのはんぺんが売ってたの、可愛すぎて買ったんだって、買ったの。でもなんかその賞味期限が17日までだったの、賞味期限がね。で17日ってもうすぐじゃん、で16、17日は家に帰れないじゃん、だからあの食べたの今日はんぺんを、でそのはんぺんを半分に切るの、花もやめて、花も間違えた、花のなんてやばい。そう、なんか半分に切ったの、こうやってザックって切って、でなんか明太子マヨネーズみたいなの薄く塗るので、チーズを挟んでまた上からかぶせて明太マヨネーズをまたつけて、あ、高カロリーですけど、まあ、お昼はいい、お昼はいい、それでまたチーズの、コアナチーズを乗っけるの、それで電子レンジでチーンするの、え、本当にめっちゃ美味しいからね、めっちゃ美味しい。はんぺん、はななんじゃなくてはんぺんです、はななのこと温めません、はんぺんなんですよ。すごい美味しすぎて、お姉ちゃんも美味しすぎて、あ、お姉ちゃんも美味しいって言ってて、キャラのもののはんぺんをぶった切るのは割と残酷です。顔は切ってない、顔は切ってない、ありがとう、ハート。そう、え、はんぺん美味しいんだって、はんぺん美味しいんだよ、そう、料理なんです、それを電子レンジでチーンってやって、それで、そう、電子レンジ焦がしてないから大丈夫だよ、呼んでない、ごめんね、あの花な、あのなんだっけ、なんて言ったんだっけ、花もんって言っちゃったの、シナモンの間違えちゃった。そう、お姉ちゃんが美味しいって言ったの、お姉ちゃんがちょっと食べたいって言うからあげたら美味しすぎて二口も食べたんですよ、お姉ちゃん、もうちょっとちょうだいって、だからそれぐらい美味しい、だから料理得意な、料理得意なんですよ、薄濃いボンジュール。じゃあはんぺんは、じゃあはんぺん一から作りたいな、どうやって作るの、花も間違え、花もやばいよね、シナモンと花も間違えたもん、混ざっちゃった。赤棒、赤棒ってさ、あのおでんだよね、めっちゃ美味しかった、あれやばい、美味しすぎて。やばい、ありがとうございます、キャンディーありがとう。でしょ、みんなにも食べさせてあげたいんだよね、やっぱり、あのポストに入れときます。サメ、サメから作るの、やだ、サメ触りだって、なんか沖縄にね行ったことがあるんですよ、その時にサメ触った、その魚を釣るところから、売ってないの魚、いい、はんぺん白いやつ、そう、白いやつ、こっちゃんは食いしん坊か、
白身魚をすり身にして成形します。え、無理かな。長芋卵白塩くらいかな。うん、水族館でさ、え、そう、水族館で触れるコーナー、あとなんかめっちゃでかい、チラ海水族館に行ったんです。めっちゃでかいサメの顔があった。あのめっちゃ顔が大きかった。え、塩でやる、え、そうなの。じゃあまず泳がないといけないんだ。ちょっと無理だな。泳いで白身魚を捕まえるんだ。ちょっとそれはハードル高いな。ありがとう、ハート。未完全 TV のダービーでやろうかな、それ。はんぺん作りとか言って。今日もかわいい、ありがとうございます。ありがとう、キャンディー、ありがとう。え、そう、なんかお姉ちゃんとママ行ったのにさ、ここ行ってないんだけど。水族館やってたに見えた。水泳はなんか一時期教わってたみたいな、なんか個人的に教わってたけどすぐやめた。ダイエットみたいな感じでみたいな。そう、だから平泳ぎだけできる。なんかクロールしちゃうと溺れてるように見えるから、クロールしちゃうと、あの助け来ちゃうからやめた方がいいよって言われて。そう、こっちゃんのはんぺんを作ろうっていう番組、じゃ自分で YouTube 解説しようかな、昇格したら。はんぺんを作ろうとか言って。よくない？楽しそうだな。あの平泳ぎは上手すぎてうまいレーンに生かされましたよ、小学校の時。うまいレーンとまあまあなレーンがあって、うまいレーンに行ったらみんなが早すぎてちょっとうーみたいな。ちょっとやっほーやっほー。え、楽しそうだよね。やりたいんだけど。めっちゃその配信をするためにショールームだから活用、その配信をするためにショールーム、確かに。じゃあまず料理配信からスタートしますね。料理配信するね、一人暮らししたら。みんな見に来てね。よくない？はんぺんを作ろうっていいね。はんぺん以外に何、あ、じゃあいちごを育てようとか、マカロンを作ろうとか、マカロニを作ろうとか。でマカロニってどうやって作るんだろうね。なんかうどんみたいな感じかな、うどんを伸ばして作るみたいな。ありがとう。え、マカロン作ったんですよ、失敗した。料理配信もう紙機械の匂いしかない企画だった。じゃ見に来てね、面白いから、楽しいから。一人暮らしだから一人ですよ、もう。ゴミ屋敷やばい。なんかうどんみたいな感じじゃない、はんぺん、はんぺんじゃない、マカロニ。なんかさ、うどんを一から作ったことあるんだけど、生地からうどん、おばあちゃんとやってママともやったことあるね。マカロニグラタンは好きだよ。多分いいね、マカロニを茹でる配信とか。よくないね。きしめんってさ、普通のうどんとちょっと違うよね。マカロンはもうダメ、材料費がもったいないんですよ、やばいです。そう、足で踏むやつ、あ、じゃあ生地を自ら、あ、じゃあ生地をそのまま足で踏むんじゃなくて、しっかり袋に入れて踏みますよ。だから衛生的には完璧。茹でる配信、そう、茹でる配信フォローしてね、みんな。もうホラーにはならないぞ、パンケーキ再び配信。そうそう、焼肉。え、じゃあここはもう企画してる配信があるんですよ、実は。内緒ですけど、超面白いから、本当に過去最多。やばい、たこ焼き配信もするけど、その本当にめっちゃ楽しみ、自分も楽しみな配信を用意してるんです。もう用意してるから。8時間寝れば大丈夫だよ、直で踏まないからね。言わないけど、肉、焼肉じゃないんですよ。まあ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 、ちょっと言っちゃうと
うーん、魚食べれないけど魚みたいな魚食べれないけど魚みたいな配信です。お好み焼きひっくり返せるか配信してみて。ひっくり返せます、実は。ひっくり返せちゃうんですよ。あのお姉ちゃんがの友達がお家に来た時にココをひっくり返してひっくり返せたみたいなそう、顔赤いよね、やばいね。魚みたいな、魚みたいな、魚食べれないけど魚みたいな。おソースやばい。おソース結構気に入ってる。上の人に止められないです。それは大丈夫ですね。髪かけれない、そう、かけれなが料理得意とかもびっくりしちゃったもんね普通に失礼でやばい。お疲れ番ジュール。こっちゃんが人魚になる配信やばいよ。大丈夫、足2本ある。私が来たらから赤いのかい、かわいいね、誰ねそうかもしれない、そうかも魚釣り配信やばい、魚釣りやばいね。魚、でも魚釣ってみたいんだよね。ほいみたいな、すぐこれ手に取っちゃう。なんか魚釣りの真似してみるね。でもなんか釣れそうなものがない。炎上しない、そんな変なことしませんよ、大丈夫ですよ。握手会でも赤いのかな。でもお試しトーク会の時めっちゃ赤かったと思うんだけど長野には魚がいないのだ。でもね、川があるから川では取れるんじゃない。でもなんかここ魚つかみみたいな体験したことある。本当に17歳、来世でラジオパートナリティでもやってた。いや16歳なんですよ、16歳、高1の16歳なんですよ。前世やってたかもしんない、もしかしたらめっちゃやってたかもじゃあみんなのこと釣るね、よっこらっしょって言って息子エボンジュール、配信見てる音釣ってみてください。いいよ、とりあえずこう掴んでね。スマホは6歳、掴んで、ほっ、釣れました。もう完璧ですね、完璧。ほぼ JC、 そうだよ、去年まで JC だったの。中学校のカバン背負って登校してたんですよ、こうやって釣られますよ、もう釣られてますよ、みんな。釣られた人が握手会、そうだよ、みんな釣って、あ、みんな釣ってじゃない、間違えた、釣られて、みんな、みんな釣られてください釣られないとパーンパーンってなっちゃうよ。ありがとう、ハートキャンディー、悪欲強い。ランドセルある、ランドセルあるよ、そっちらへんに。にぎにぎ釣ってください、いいよって。ちょっと待ってね、釣りだね、ほっ、釣れた。そうだ、確かにね、やばい人みたい釣られていつの間にかいないさ高校に強制入学されました、させられました。そうだね、そうだね。お休みメール、一応送ったの、一応送ったの。反抗するものの噂が強い確かに。改札の話、あ、そうしたんですよ。改札の話はあれです。まず切符をね、入れたら、簡単に説明しますね。切符を入れたら詰まって、切符詰まりです、駅員がもうすぐ参りますのでお待ちくださいっていうのが出てから待ってたんだよね、こういうやつ待ってたの。でみんな周りから見てます、なんだあの子みたいな、なんだあのとこにいるんだみたいな、邪魔じゃんって思われるじゃん。そしてやっぱり駅員さんがさ、人が多いから忙しいんだよね、だから来れないの、すぐ忙しいから。だからもうそれはしょうがないじゃん、駅員さんのせいじゃないし、
ウライちゃん、それで待って来たのねって、切符が出てきてビリビリなのめっちゃ。でもそうみんなからすごいさ、七の子みたいな、なるちゃん。あともう一つの話は、立ったらこの釣り座みたいなやつにゴーンってぶつけて、一人でちょっとすごい満面の笑みで電車から出たっていう面白すぎて。そう一人でさ、一人だから余計に面白いの。なんかありがとうございますキャンディー、こんばんは。やっぱね電車に嫌われてるんですよ。そう切符は2枚です。でもいつも2枚入れてる、あの乗車券と特急代みたいな。ありがとうハート。釣り側って読む、これ釣り座なんて読むの、釣り角。一人でめっちゃ豆なこんな感じで見てて、でマスクしてるから多分ここだけ笑ってるって。あ釣り革、ここなんて言ったっけ、釣り革って言ったっけ、なんか言った気がする。でもいつも2枚入れてて通れるんですよ。でも2枚入れなさいみたいななってるから。でも170センチ目標は。でもなんかさ巨人になっちゃう。釣り側かそう。めっちゃ電車嫌われすぎてやばい本当に。改札もこっちゃんも見と見とる。そうかも、改札がここと一緒にいたすぎてそうやっちゃったのかも。いや、あの電車は好きです、電車は好きです、それは忘れないでくださいね。2枚入れるとこと、でもなんかいつも入れてるのそこに。だからね、そう次から次へとエピソードが出てくるの強いね。ちょっとラジオ番組持ってほしい。うわー、ラジオ出たいね、いっぱい。自分で作ろっかなラジオ自分で。鹿が電車に慣れてませんか。でも鹿が電車と衝突しましたっていうのは結構あるかも。かわいそうだよね、ほんとに。鹿がね、動いてたの見たことある。ドスコイラジオ。ドスコイラジオ。いいね、ドスコイラジオ。最初、ドスコイボンジュールから始まるみたいな。いいね。ドスコイボンジュール。ボンジュール。待って、台本の漢字が読めるかどうか。でもね、ここその台本のやつでも思い出したんだけど、 1+1 は2じゃないよの時に、まあ、漢字に振り仮名を書くのはわかるじゃん。でもカタカナにひらがな書く人いないじゃん。カタカナにひらがな書いてたの、謎になんか、あと数字にもカタカナ書いてたの。嘘、ひらがな書いてたの。だからあの美月さんが、カタカナにひらがな書く人いるんですねって言っているんですねって言われたんですよ。確かに、自分で確かにって思った、その時。でもなんかカタカナ書けなすぎて、小学校の時学校の先生に連絡帳はカタカナで書くようにしようかとか言って、国語とかさめっちゃカタカナで書いてた。国語とか数学とか算数ですね、その時は。美月さんも呆れてたんじゃないの。そんなこと言わないで。台湾まぜそば、あれめっちゃ辛かった。めっちゃ辛かったけどめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しいんだけどめっちゃ辛い。だからね、めっちゃ辛いんですよ。来たって、やっほー。今は大丈夫、今はカタカナ読めますですよ。でもさ危ないじゃん。どすこいちゃんが今日もいっちゃんかわいいよ。めっちゃカタカナのちっちゃいの。でもこれ面白いよねありがとう
推しハートありがとうございますね。混ぜそば美味しいよ、本当に台湾混ぜそば。お姉ちゃんとママがめっちゃハマってた、ありがとう。せかきやラーメン食べた方がいいよね。あとみんながおすすめしてくれた味噌鍋のところも行かないと。あ、味噌鍋じゃない、味噌うどん、ん、うどん味噌、味噌うどん、味噌うどんで。ククは言える、大丈夫です。でもなんか1たす1を1、間違えた、1かける1、間違えた、1の段を制覇できない人とかめっちゃ多くないですか。なんか1かける1は1、1かける2は2、1かける3は3とかじゃん。それを意外と難しいんだよね、言うのが。なんかククを全部言った人はゴールみたいな感じなので、ククの9×9の段から始まるので、最後1の段で、1の段がなかなかみんな終わらないみたいな感じ。哲学の話違う、なんか1の段がなかなかみんな、なんか並ばなきゃいけないの、並び直しなので、1回間違えたら。それでなんか最初こうやって自分が 1×1×2×1×3×1×4×1×5×5×6×6×1×7×7×8×8×9×9 っていうの言ってから先生が問題出すの、 1×5 とか言って、それでみんな引っかかるみたいな感じだった。え、何言ってるのかわからないえ、でもね、正常なこと言ってると思ってる自分は。それキャラメルって美味しいよね。一の段がそう、3×4×5×3×4×3×21×3×3×21×3×24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 ×
三二がサザン学三四十二三五十五サブ六十七サブ八サザン待ってやばい言えなくなったんだけど三ダメですちょっと後でやるわやばいやばいね明日お仕事で偉い人とお話ししないとならないので元気が出る一言くださいドスカイパワーで頑張るんだ元気出たテレ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 パーえねえクークのやつお風呂に貼って覚えた3の段難しいね3一か3 3二が2あ3 3一か3 2三二が六、サザン学三四十二、三五十五、サブ六十八、三七二十一、三九二十七です。言えた。ありがとう。小学生のファンやばい。ちっちゃいね。えでもこんなにちっちゃい子いた。ちっちゃい、もっとちっちゃい。え、でもできたよみんなもドスカイパワーで頑張るんだ明日からそして一緒にもやし生活しようねたくさん会いに来るんだよ分かった会いに来るんだよ分かったできちゃうんで周期表だよね書けちゃうんですよ今16歳そうまあ、あのスマホが6歳なだけでここは16歳ですから間違えないねこっちゃんとにかく頑張るね行けたら行くね行けたら行くほぼ行かないやつのさなんか第1位みたいなやつじゃないのえっ周期表かけちゃうんですよテストで周期表しかかけないもんだって明日も配信する予定ですね
水平リーベ僕のカホ感想感想感想やばい言えなくなった感想リウムしか思い出せなくなったんだけど水平リーベ僕の船長七曲がりシップスクラークかシなんだっけ CRI だっけみたいな感やばい感想感やばい水平リーベ僕の過去感やばいわ感想やばいなんだっけ水平リーベ僕の過去なんとか記号は木じゃなくてカホリウムみたいな感じなんだっけ水平リーベ僕の過去感想になっちゃうんだけどしっかり練習しときますすいませんさとかほさんのあれですなんだっけあれあれあれキャッチフレーズ元素記号元素記号やばいわちょっとやばいなちょっととりあえずあれ読みますなんだっけやばい壇上じゃなくてなんだっけ壇上じゃなくてダンジョーで合ってるっけ初めましてフォローしてね合ってるじゃあダンジョー読みますねいきます13位ぐんまちゃん12位なんだっけこれやばいハリネズミ11位車10位 SKE のくまちゃん9位カニエビカニ8位男の子の赤い髪ふわふわ7位北川芳乃さんのアバター6位男の子がなんか放ちそうなんかパワー持ってそう5位パンダ4位パンダ3位キャット2位男の子1位ポンターありがとうございましたありがとうございます本当に SK が勝った方どうなってたんだろうって感じだよね平野モーナ先輩ですそうだよね配信ありがとうキャットは言えちゃうんですキャットはスローソンのポンタちゃんポンタカードってあるよねおやすみボンジュールおやすみみんゼミじゃあみんな明日の12時までだから来るんだよわかった犬はドッグおやすみありがとうキャンディーバイバーイ休み。